昨日こんなところ通ってたんだね。あ、なんかいいね、風情があってこの辺ね。こんな温泉街だったんだ。この旅館とかもすごい風情がある。見て、宿坊だったんだ。うわー、すごい。何これ、泊まってみたいこの辺。いいね、すごい風情がある。外国みたい。すごい。わあ、すごい森。俺たちは森が好きです。あ、スキー場、スキー場。あ、もうでもやってない。ここ。あ、そうだ、ここやってないところだ。なんかできそうじゃない、ちょっと。ここだ、今年雪不足でできなかったところ。そうだよ。なんかいいね、これまた湯沢にない景色だね、これはね、うん、高原だからだね。見て、高原すごい綺麗。あ、まだ開けていいよ、青とか。すごい気持ちいいよ。あと500m 真剣に2方向です。イーズナリゾートのパーキングから。あ、滑ってる人いる。本当？どこだ、ここ。水なりそう。あ、もういっぱいいる人。本当だ。水なりそうだって言ってんのだから。何も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 。もう着くんだよね。どこに？左、その先、目的地は右側です。終了。もうすぐそこ。取った。これだ。よいしょ、到着。あ、今日来たのは天狗の里群れ温泉でした。どうやら炭酸泉っていうのかな、炭酸の温泉だそうです。僕のトントンになってしまった腰にも効くのでしょうか。おい天狗、いいお湯だろうな。天狗の館、さあ、レッツゴー。あったかい。小鳥さん、キャプテンスタックコーナー。ほら素敵。僕が入ります。まあさ、温泉も良かったんだけど、今やってもらったフランスベッドのあのマッサージ機めっちゃ良かった。すごいね、この景色を見てお風呂入れた。デン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 、天狗でした。あれ、この天狗の鼻一回折れてるな。なんかで、ね、追っかけちゃったんだね。よーし、いいお湯だったぜ。天狗さんの方行ってみようよ。いいよ。天狗に何をさっきお祈りしたっつった？聞きました。あっちの山に向かってるの？あっちの山に向かってます。北滋賀ですね。向こうから来る車が雪だらけです。本当だ。っていうことは、その車たちはみんな、うん、滋賀方面から帰ってきているので、うん、今日すげえ降ったってことだよ。やった。もう俺たち最高。ここね、中野です。信州中野って言われるところだね。中野市。こんなに山のボトムにこんな開けた街があるっていうのもいいね。だから長野は住みやすいのかな、やっぱり。ああ、そうかもね。これだ、ポット来ました。着きました。あ、ポットだ。ポットです。かわいいお店。今日のお店はここです。ポットさん、ポット、昔ながらの手作りの味。グッチョイスでしょ。うん。今日の夜ご飯は父ちゃんチョイス、ポット。その名の通り、お店がポットです。行ってみましょう。いいよ、レッツゴー。飼ってる？こんにちは。レッツゴー、レッツゴー。ケーブルいいですか？ここにしようか。ポット、メニューです。2月のおすすめ。あ、待って、青いの。
何これ、ハンバーグ、とんかつ、白身魚、エビフライ、全部だ。こっちは煮込みチーズハンバーグ、ジュジュカツ、ハンバーグ、ハンバーグ 300g やばいね、 400g、 ステーキ重、カツ重、すごいねこれ、めっちゃボリューム。とんかつカレースパ、どれどれ、とんかつカレースパ、これじゃないの、ここの名物。ダメだ、選びきれねえ、青いろんなポリトン、小鳥のハンバーグ 200g ですってあなた、うん、いけるの、うん、今日いっぱい滑ったしな。母ちゃんは何、ハンバーグミートソース、俺の煮込みチーズハンバーグ、うまそう、食べてみます。なんか量がね洋食屋さんのハンバーグ美味しい、うん、美味しいしか出てこないけど美味しい、うん、あ、俺今日昼もハンバーガーだった、それはバーグ尽くし、バーグ尽くし、バーグハンバーグバーグな日ですね。美味しかった、美味しかった、美味しかったぜ、お腹いっぱいになったぜ、ポッ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 、信州来たのに蕎麦食べないで洋食レストラン。ほほー、道の駅ファームス木島平、やっほー、今夜はここの道の駅で車中泊をさせていただこうと思いますけども、今日車中泊させてもらうところはここファームス木島平道の駅ですね。で、あそこに24時間空いているトイレね。トイレはこんな感じ。すごく綺麗な施設、トイレ。はい。大事に使わせてもらいましょう。木島平です。今いるところが地図上で言うとここ。で、明日行くスキー場がここ。竜王スキーパーク。これでね、2000メートルの竜王山まで一気に上がっていきます。そんで、今僕たちがいる木島平の道の駅から、ギュン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 って、山脈を越えていくと、なんと、湯沢町。すごく近い、実はね、直線距離で言うと。だから、やっぱ同じぐらい雪が降る、積雪があるのかもしれないね。すぐ裏側って感じだ。今夜はシアターナイト。平和限界突破 Wi-Fi と MacBook Pro 組み合わせて、今日はね、Amazon プライム TV で、アクアマン、シアターナイトです。映画見ましょう、みんなで。おはようございます。妻、ノーメイクの妻、モザイクです。モザイクかけといて。時刻は6時半。今日は聖地巡礼、竜王スキーパークに行きたいと思います。さっさと起きて準備しましょう。 Good morning! 起きろ起きろ Good morning! 起きろ起きろ。ぐるーっと山に囲まれたここ、これ裏側になるんだな。今日はこのファームス木島平で目が覚めました。もうね、早速出発しましょう。今日は、竜王スキーパーク。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。